バンクーバーからアキです。皆さんこんにちは。さあ、今日はですねイエルタウンドッグというところに今私来てまして、ここからこのバンクーバーでもすっごくね観光のお客様とか一般のお客様にも人気のありますグランビルアイランドを皆さんにご紹介したいと思います。でそこに行くために今日はまあいろんな行き方があるんですけれども、公共のバスだったりとか、まあ普通のね車で行ったりとかいろいろ行き方あるんですが、せっかくなのでアクアバスというねポンポン船に乗って、グランビルアイランドにまず上陸したいと思います。それでは皆さん一緒に行きましょう。はい、今アクアバス待ってます。ここがねアクアバスのね駅になってます。でアクアバスは待ってるけれども、今日の相棒も待っております。もうすぐ来るかな。こんにちは。こんにちは。アキさんじゃないですか。このまま無理ですか。どこ行くんですか。今日はですねグランビルアイランド行きます。私もアクアバスに乗って行こうと思ってるんですけど。行き先一緒ですね。はい、じゃあ一緒に一緒。じゃあ今日もお願いします。来た、かわいいオレンジの屋根、ね、ポンポンこう別にあれはないけどポンポン線って言ってしまう部分だよ。アクアバスに乗ってます。いやここもやっぱコロナの規制もしっかりかかってるので、こうやってねミーティング何人でやって書いてあったりとか、それからサニタイだ消毒液とか、そういったものがねちゃんとね用意されてます。さあこれで、ね、これからグランビルアイランド行きます。あ楽しみですね。またこれですか。これこれしに、はい、楽しみです。このグランビルアイランド敷地の中でも一番の人気がありますパブリックマーケットの中をご案内したいと思います。で本当にたくさんのお店をなるべく皆さんに紹介したいので、このお店はここですよって言ったらこう画像をこう、ね、入れてくるような感じでどんどん紹介していきます。ではゆずさん一緒に行きましょう。は入ってすぐのところには日系の魚屋さんがあります。でここは本当に新鮮な魚をたくさん用意してくれて、こんな感じでお魚があるんですね。これ頼むとお刺身にしてくれて、アラとかも別にして、カットしてくれるのでとっても便利です。日本語通じる方結構いらっしゃるので、ここでぜひお魚、美味しいお魚買ってみてください。私も買おう。どれにします。何でもいいですよ。なんか何でもいい。じゃあ油濃い油乗ってるやつ、うん、これ任せる任せる、はい。よし、じゃあこの2つでいいですか。 ありがとう。はい、これおいこれ食べます。食べない。買ったバーベキューサーモン、美味しいのこれ。カナダはもうスモークサーモンがまためちゃくちゃ美味しいので、ここでも買うことができますから、観光とかで来た時にこの魚屋さん寄って、サーモンゲットしてみてください。すぐ食べれるものもあるのでね、美味しいです。シナモンレコードを買いました。ここのベーカリー屋さんの人気商品の一つです。パイ生地になってるみたいです。じゃあ食べましょう。はい、いただきます。はい、パブリックマーケット奥にあるスープ屋さんです。ここはパイ生地が上に乗っててスープ飯食べれるので、すごくね人気のお店の一つです。ちょっとお腹小腹空いた時にもいいのでちょっと頼んでみますね。やっぱりクラムチャウダー一番人気です。はい、サラダ付きできました。ちょっとこれから食べます。カツンカツンと食べるの楽しみ。はい、じゃあクラムチャウダーこれからねカツンカツンと割りますよ。いきます。サクサク、おお、おお、取れない。
美味しそう。美味しそう。もうこれがね、たまらないです。では、いただきまーす。幸せの味がする。これって端っことか中に入れます。入れますよね。このままパコって食べる。このままいきます。うん、ボッサボサ。何これ。わあ、綺麗。すごい。白い桜とか。倒したら大変なことになる。見事にね、もう見事。ドーナツ大好きですから、こいつも人並んでるです。人気店らしいので行っていきます。お店自体は1979年からあるみたいです。楽しみ。じゃあ並びますね。たまらないと思います。しかも可愛い。すごい可愛い。すごいので、ちょっとここで1個ずつ買って食べたいと思います。どれにします？迷うよね。迷う。カナダの国旗も可愛い。アヒル、アヒル。アヒル、アヒルも可愛い。テントウムシ。アヒル、テントウムシがいる。はい、買いました。テントウムシチョコレートとメープルピーカン。カナダのね、はい、カエデのマークです。これ食べます。あ、はい、来ましたよ。かわいい。かわいい。もったいないかも。じゃあ、じゃあいただきます。かじっちゃう。かじっちゃう。いただきます。いただきます。買えるんですけど、これこのサイズで6ドルです。これすっごい美味しいんです。なのでメープルとカシューナッツ好きな方は最高です。これじゃあこれ食べてみて、本当美味しいから。やらせじゃないです。やらせじゃない。マジ美味しい。いただきます。あ、美味しい。ちょっと香ばしくって、うん、メープルの香りをくしてこれやめられない。止まらない。はい、ここはパブリックマーケットの、道挟んで真ん前にあるロッコというね、こうちっちゃな、ね、なんかモールになってるんですよ。で中は雑貨屋さんとか、それからビーズ屋さん、ちょっとしたお洋服屋さん、アクセサリー屋さん、それからファーストネーションズの専門店などが中に入ってます。なので中に入ると結構いろいろなものがくるっと見えて面白いので、ここもぜひ見逃さずに来てみてください。じゃあ一緒に行きましょう。お茶も用意してる。皆さん、ここファーストネーションズのお店結構最近本当に人気があって、私も大好きなんですよ、うん、このね、こう丼ぶりとかめっちゃ可愛い。私も持ってる持ってる、この持ってる持ってる、マグセットとか、うん、あとマスク今ね、ね、おしゃれ、すごく、うん、でもね、その絵柄絵柄になんかちゃんとね、ファーストネーションズの意味があってね、うん、うん、おしゃれ、人気ですね、かわいい。じゃあ次行きましょうか。はい、ポストカード屋さん、なんだか素敵なので行きたいと思います。話聞くところによると、なんか日本人の方、日系の方がオーナーらしいので行ってみたいと思います。あ、これアッキーさん、これ
あの私見たことあるんですけど、ホヨヨンさんっていう、アーティストさんが作ったバッグなんですよ。これすごい可愛いですよね。ローカルのね、スチームクロックとか乗ってめっちゃ可愛い。ちゃんとビーバーもいる。可愛い。じゃあ楽しみですね。ちょっとなんかね、ね、覗いてみましょう。はこれ全部ローカルのアーティストさんの、はい、ここと、はい、これ、イレイン、イレイネはあのインクドローイングの、すごい全部ね、素晴らしいですよね。素晴らしいサイエンスなの。はい、じゃあ次のお店なんですけれども、あの敷地内にありますが、ここはですね、あのデザイナーさんとかが自分のオリジナルデザインをここでね、売っていたりとか、あとはあの一般のお客さんでも、カスタムできる T シャツがあったりとかマスクがあったりとかというようなことができるお店になっているので、ちょっとなんか面白いので一緒に行ってみましょう。ツアー一緒に行きましょう。これ塩コショウ、これテーブルの上にこうやって置いとく。怖い。見て見て、アシェル、ローカルのカナダのブランドです。 20% オフですって。はい、これ見て、これ映ってるかな、これ。はい、これは何でしょう。答えはバンクーバーです。すいません。ここはグランビルアイランドに2つしかブリュワリーないうちの1つの、グランビルアイランドブリューイングです。すっごい人気なので、いつも行くとね、あの行列っていうか、もう、ま、待ちになってる感じ、ウェイティングリストになるぐらい混んでるので、すごい人気だし、あのリカスターでも結構このグランビルアイランドのビール飲めるので、結構ね、買う方を、あの知ってる方多いと思うんですが、ここでしか飲めない、特別なここで作ってる、あの小さなバッチのブリュワリー、あのビールもあるので、ぜひぜひあの来てください。はい、来ました。やっ、来い、来い。はい、やっとビール来ました。はい、来ましたよ。はい、イエーイ。グランビルアイランドブリュワリーです。すいません、任せちゃいましたけど。何をオーダーしてくれたんですか。普段はよくね、ここのブランド有名なんで、リカスター行くとどこでも飲めちゃうビールいっぱいね、あるんだけど、さっき黒板見たらスモールバッチって書いてあって、ここでしかね、あのスモールバッチなのでちょっとしか作ってないビールがここで楽しめますよっていうメニューがね、5つあったので、ちょっと今回4種類、はい、はい、頼んでみました、はい、名前は覚えられないのでとりあえず飲んでね、はい、飲んで説明したいと思います。このちょっと気になるのがこのダークビール、うん、久々に飲むので、ちょっとこれ、私じゃあここから行こうかな、うん、軽そうだから。はい、じゃあグランビルアイランドブリューリーです。はい、乾杯。いただきます。いただきます。あ、美味しい。美味しい。なんだろう、軽いね。何飲んでるんだろう、私。いや、なんかやっぱりダークビールだから、少しなんかこうコーヒーテイスティングみたいなのがこうちょっと残りの、こうでもクリーミーで、うん、でね、ギネスビールもよりは軽いかな。ギネスビールがもうちょっと多くて、多分だけどこれフィルスナーかラガーか、軽い方、軽い方、なんでも軽いでしょ。軽い方。いやでもね、ここも本当にあの、まあ、規制かかっているから、こうテーブルとテーブルの間は結構離れてるし、でもこれぐらいのこう間隔が離れてるのもまた気分いいですよね。これはこれで確かに考えたら、うん、でこの景色もこの中の室内もああいう風にね、ビール作ってますよっていう、蒸留所ですっていう感じがすごいしますね。ここで作ってるんですよね。食べ物もすごい種類結構ありますね。お腹空いてたら今食べ過ぎちゃったよ、食べれないけど、めっちゃいっぱい食べ物持ってますから。はい、入れます。じゃん。そしてチップスだわ、2ドル。
スーパーで買ったら安いけど。スーパーマーケットが再開してるので、ちょっと中せっかくなのでご案内します。かわいい。上さんちょっと被って、それでビール飲みに行く。ネズミだ。普通ネズミのパペットとか。うさぎ可愛いけどネズミ。怖い。すごいパペットがある、いろいろ。孫のためで。これハロウィン用。すごくないですか。あ、いろいろ。コスチューム。酒メーカーということで、はい、ローカルのお酒屋さん、日本酒のお店です。確か聞いた方がいいな、とりあえず入ってみましょう。すごいですね。テイスティングできるんですね。ね、ありますね。ロコダルで3種類3種類できるそうです。お邪魔しましょう。こちらはですね、吟醸原酒、それから吟醸濁り原酒で、これフレザーバレーっていうのはまたちょっと説明しますけど、この2つもエイジしてます。まあもちろん吟醸原酒ってことで、原酒ですから 17% アルコールですけども、これも同じですよね。はい、じゃあですね、こちらでちょっといろいろね飲んでみたいと思いますが、でもこのテイスティングメニューがあって A、B あるんですけれども、6ドルで、3種類3種類ですね。はい、でこの A と、まあ、B の違いは今のオーナーの方にね説明してもらいました。で A の方はカリフォルニア米を使って美味しいなお酒ができてますし、 B の方は BC 酒、この2つは日本米だけどカリフォルニアで作ったお米で作られてて、これだけ BC 酒で、作られてる、ね、ルネッサンス。はい、あとはね、吟醸とかね、純米とかでお好みがあると思うので、お好みで選んでいただければいいのかなと思います。はい、あとは、かわいいのが来た。来た。これが、酒サングリアですね。はい、かわいい。夏にいいですね、それね。かわいらしい。ピンチと。これ多分、お酒ね、苦手な人飲めますもんね。美味しくて。美味しくて青森のなまりみたいな。もちろんアルコール入ってますよ。だから美味しいと思ってガンガン飲んでると、ね、やられちゃうかな。かもしれません、ね、大丈夫です。問題ない。これはジュースです。私にはジュースですけど、泉さん問題ない。はい、それではテイスティングタイムです。では、A も B も用意して、さらにサングリアもあります。じゃあ、とりあえず飲みましょうか。で、この前列が A。この後ろが B になります。では。はい。はい。どうぞ。飲みますよ。どうぞ。じゃあ、私、濁りからいきますね。純米生濁り。はい。14% だ。はい。これ、純米生。全部いっちゃうね。いただきます。は飲みやすい。これね、全然アルコール感じないし、ジュースみたいな。アルコール感じる。本当にアルコール感じない。もう本当にジュースみたい。18度ぐらいありますからね。あ、ね、うん、あ、これ18度。じゃあこれ飲みよう。私飲んだのこれ15度です。15度。それ18度ですね。ああ、お酒。15度、18度。でもこの前列のこれは本当に飲みやすい、ね、癖がない日本酒ですね。はい、それでは次が、17度書いてないし、もうプレミアムで、プレミアムだね。ルネッサンスっていう名前が。え、じゃあ原酒いきます。私どうぞ。酔っ払ってきちゃった。私そうそう、あ、美味しい。いや、本当にジュースみたい。全然アルコール感じられない。全く感じられない。ジュースだそうです。ね、ジュース
ジュースだそうです。お酒。ではでは、はい、乾杯いただきます。いただきます。じゃあ、原酒。もう原酒だ。うわー、すっごい飲みやすすぎる。お、最後にね、キーンってドライさが。あのね、日本酒の臭さ全くない。もう飲みやすくて。いや、水飲んでるみたい。お酒ですよ。これはね、お酒です。はい、もう、酔っ払ってきたのとお酒です。あの、水江さんは水でお酒です。これは。確実にお酒です。本当に全然日本酒っぽくない。はい、じゃあこれどうぞ。え、これはね、これはお酒入ってます。あ、何に入ってるんだろう。どのお酒かわかんないけど、結構お酒入ってるって、ね、マサさん言ってて。うん、どうぞ、もう。酔っ払っちゃったもん。なんか普通にこれ。これはね、ジュースのようにこう飲んで、うん、これは本当にその辺歩いて回りそうな感じが、これ全くお酒感じられません。ジュースジュース。ああ、まあ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 、ね、まあまあ、これは、ね、その通り。でも本当フルーツ入ってるし、夏のすごい暑い日とかはこれ最高。うん。うんうん、かお酒が苦手っていう人はでもこれが飲める。全然飲めます。ジュースジュースでーす。全部ジュース。牛乳みたいな。さあさあ、でもこれ美味しすぎてやばいかも。飲みすぎちゃう。朝から来るんですかね、うん、これね。多分これもうなんか最後帰るときなんかもう顔真っ赤になってそうで、もうほさこの後ほぼ映らないですか。であとはもう泉さんに任せまして。美味しい美味しいです。でもこれすごいヒットかも。去年までなかった気がする。ないですね、今年、そう、あの今年から、まあ、勝手に言ってるけど今年ぐらいからあるんじゃないかなっていう。去年ちゃんとフルーツ入ってるし、そう、ぜひおすすめです。グランビルアイランド来たらこれ。味見ました。はい、アイスクリーム、なんと酒粕が入ってるアイスクリームです。で、抹茶、それからジンジャー、生姜ですね。それからこれがレーズンと、それからクランベリーです。4種類こちらの方食べまーす。さあ、どれにしますか。クランベリーでいってみます。クランベリーいきます。これレーズンかと思ったらクランベリーなんだ。生姜いきます。これクランベリー、クランベリーじゃないですか。クランベリー、いただきます。それラムレーズン、レーズン、わかんない、どれがレーズンだろう、わかんない。クランベリー、クランベリーって言ってたよ。それがレーズンっぽくなんじゃ、これなんか何も入ってない。あ、でも酒粕の感じがする。酒粕はすごいです。酒粕感は。あ、でも逆に食べれるかも。普通のアイスクリームあんま好きじゃないけど、酒粕感じゃ。あ、酒が入ってるから大丈夫。酒が入ってれば泉さんは、あの苦手なアイスでも食べれます。逆に食べれるかも。こっちの方が美味しい。グランビルアイランド、今日最後の、ブルーバリーは、最後ドックサイド。あ、ドックサイド。ドックサイド、ブルーバリー。そう、ここは、ドックサイドブルーバリーという、なんだっけ、グランビルアイランドホテルの中に入ってるレストランですね。レストランと、まあ、ブルーバリーが常設になってるんだけれども、そこで、ドックサイドブルーバリーはすごく小さくって、多分さ、なんだろう、作ってる量が多分少ないからだと思うんだけど、ここでしか飲めないので、リカストアとかでね、このドックサイド飲みたいって言っても飲めないんで、もう本当にここに来ないと飲めない貴重なビールを今日はいただいて、はい、最後にね、はい、ということで、ここのビールを飲んで私たちも帰るので、今日でグランビルアイランド1日も回ってきて、本当に私も楽しかったね。楽しかったっか。すごい楽しかった。お腹いっぱいだし、幸せいっぱいで。よかった。なので、今日グランビルアイランド、もう最後までご視聴ありがとうございます。もしこのね、今回の動画が役に立ったよ、楽しそうだなっていう場合は、皆さん、いいねボタンを押してください。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。ベルの形してるやつね。押してください。押してください。はい。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。Thank you.